鍋にオリーブオイルを垂らして、魚の皮面を下にして入れて、弱火にかけます。魚から水気が出てきたら、キッチンペーパーで拭き取ります。裏返して、火を止めて、余熱で火を通します。器に盛り付けます。鍋をきれいに洗います。鍋を熱して油を垂らします。石突きを取った椎茸を入れて、焼いてまいります。裏返して反対面も焼きます。軽く塩を振って器に盛り付けます。